はい、皆さんお疲れです。ドラゴンでーす。今回はあのミキサーが再開したので、ミキサーの方を、お伝えしたいなと思います。まあもちろん僕はご存知の通り自チームで集めてますので、自チームで引いていきます。であとね、自チームの契約書をですね、2枚集めたんですけど、ちょっと、録画できてなくてすいません。もうこれマジで後悔してるっちゅうか、録画できてなかったのがマジで悔やまれる。なのでまあミキサーの模様をお伝えします。でまあ自チームの契約書、S ランク契約書2枚引いたのも結果を、一番最後で、お伝えしたいなと思いますので、楽しみにしててください。そこも編集してお伝えします。さあそれではね、ミキサーの方やっていきたいと思うんですけども、まずね、ミキサーで欲しい選手をね、僕が欲しい選手改めて、紹介したいなと思います。はい、一応ですねソフトバンクホークスで、集めてはいるんですけど、この選手が欲しいなと思ってますね。高橋純平投手が、新規で出てます。これなかなかの能力ですね。球種数も少なくないですし、なんといっても特殊能力が優秀なんですよ。キレ伸び脱三振なんで、どれも使えるコンボとしても、なので本当に素晴らしいと思います。球威型ですしね。であとは海野投手ですね。やっぱりね、僕超4の海野投手持ってもらうんですんで、継承したいなと思います。牧原選手もいいですね。で、あと松田選手でしょう。パワーヒッター。優秀。高橋礼投手、アンダーハンド、欲しいですね。はい。とですね、あとオリックスの、やっぱり山本投手と吉田正尚選手、この二人が本当に欲しいんだと思います。やっぱね、救急士ですしね、山本投手。もう、現代最強ピッチャーだと思います。アーティストの吉田正尚選手。いい加減出てほしいですね、本当に。はい。なので欲しいなと思います。はい、でまずね、一応 A ランクの契約書の方をですね、ミキサーで、自チームをねちょっと稼いでいきたいなと思ってて、それをねまずミキサーの方で引いていこうと思います。はい、一応こんだけ S ランクの選手放出したいなと思います。はい、この5人ですね、プラス A ランク、一応レベル1のね選手をね放出していこうかなと思いますね。もう自チームでやっていくと決めましたので、はい、自チーム中心でやっていきたいと思います。さあミキサー A ランクからやっていきましょうか。はい、大瀬良投手も名残惜しいですが放出したいなと思います。最後、一応ねやっぱ大竹投手ですよ。 A ランクで言えば大竹投手欲しいですね。さあお願い、頼む。さあ、大竹、大竹来い。またもう内川選手です。もう僕がこのミキサーで多分3回連続ぐらいかな、内川選手じゃないかな。バンバン出ますね、本当にマジで出すぎだろ。この偏り半端じゃない。さあ S ランク引き続きいきたいなと思います。誰が出るかな、頼む。被りない、被ってない選手、お願いします。わお、演出はしょぼいね。さあ、頼むよ。お願いします。さあ、どうだ、パリーン。あほう、あほう、グラシアル。なんと、S ランク被りグラシアル選手です。でもね、A ランク出てないですし、今のところ。普通にね、限界突破できますので、これはありがたいですね。非常にありがたいと思います。はい。では、取れませんでした。S ランクの、自チーム確定契約書。その結果は、はい、高橋純平投手が出てくれました。高橋純平投手、球威型ですし、先ほど欲しいと言っていた、選手ですのでね、本当に嬉しかったですね。で、まあ、僕がですね、オカルトなんですけど、前々から思うのは、新規の、出たばっかりの選手が、まあ、ミキサーとか、
あとは契約書とかそういうのでね、出る確率が非常に高いのではないかと思っておりました。それがねここでなぜか実現してしまいました。というのは実現してしまいましたっていうのはですね、一応ね契約書僕、2枚持っていたんですけど、こんな結果になりました。はい、一応ですね2枚とも高橋純平選手が出ました。まあね、一応ねそれこそ A が出てないっていうのもあるんですけど、後々 A 出ますし、まあ、正直ね A でやっぱり限界突破していきたいっていうのは本音なんですけど、まあでもねこれは、まあ、文句は言わずありがとうございますっていうことでいいのかなと思います。まあ高橋純平投手ね、今後まあ、セットアッパーのみならず、まあ、先発としてもねホークスの、未来を背負って立つ存在だと思いますので、今後もね十分飛躍できる逸材だと思いますので、まあ嬉しいかなと思います。というところで結果報告でした。はい、というところで今回の動画これにて終了とさせていただきます。この動画が少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録高評価お待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。すいません、契約書引いてる場面取れなくてすいませんでした。失礼します。